上振れたらガチ最強デッキ。どうも、リュウです。さあ、本日は、上振れ最強上等、ホーリーライトニングカオスブレードデッキをね、やっていきましょう。光属性、なんですよ。レベル4の、ホーリーライトニングモンスターっていうのは、セプスロ。ということは、そうなんですよ。調整士の方と相性がいいと。これは誰もが考えるんじゃないでしょうか。光レベル4。お、ヤガミレベル4、いるな、なんかっていうことで。結構ね、蘇生札がね、リチュアルチャージとか実装されてると結構、カオスソルジャーともね、割と相性が良かったりするんですけども、今回強引にね、セプスローをしながら、カオスソルジャーも出していくっていう結構やべえデッキを作ってきたんで、ご紹介していきたいなと思います。蘇生札だったらもっと面白いこと起きるんだけどね、あとフィールドが怖かったら。OCG の方でも、セプスローカオソルは、存在してるらしいんですよ。どうやら。なんかディスコードに、儀式の使い手の、イドリンさんっていう師匠がいて、師匠が言ってました。なんか、カオス、ホーリーライトニングはあるらしい、どうやら。デッキとしても。なので、リンクスにおいても、まあ、悪くはないと。ちなみにね。まあ、光4なんで、最悪、あれですわ。セプスのデッキに勝ったら、もう調整士の方がコストにしたればいいんで。こういうのが強いですよね。別にセプスのデッキなくても構わんみたいなデッキは大体強いから。で、コズミックサイクロンで儀式の使い手して、もちろんカオスソルジャーを出していくっていう、まあそういうね、ギミックをメインにしてるんだが、ワンチャンセプスロしてからカオスソルジャー立った時、ガチでやばいこと起きるんですよ。そのなんか、めちゃくちゃ破壊してさらに除外をして、で、ハンデスもして、ぶん殴るみたいな、マジでやばいこと起きるから、今回はそれを狙っていきたい。そんな風に考えております。早速、理不尽ムーブしていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、天井員、騎乗員、アスカキララ選手、よろしくお願いします。デュエル3倍、ウィッチクラフト、はあ、ウィッチクラフトは結構強そう。2800、はい、回収、あ、ピットで、はい、ワンドローワンステ、はい、 OK。 2800ね、これカオスソルジャーでさ、頑張ったらさ、混沌の下で突破できんじゃね、これ。なんかさ、打点元に戻るよね、混沌の死者使うと。1500アップして、なんか打点元に戻るみたいな。なんか結構なんか召喚獣ガンメタみたいな効果を持ってたと思うんですけども、マスターピース除外しちゃった、ラッキー。で、混沌の罰をカオスソルジャーを手札に加えるぜ。なんか普通にカオスソルジャーで最強ムーブしてるんだけど、セップスのとこ行ったみたいな。で、カオスソルジャーの効果、俺は手札の宵闇の騎士とデッキ眠るし怪獣の騎士を墓地のグリ、これがパーフェクトカオスソルジャー。一つの魂がどうのこうの、最強モンスター来た。あ、マスターベール、あー、なるほど、そこで無効にしてくれ、いいだろう。これ効果使わない、まあいいだろう、それはいいだろう、悪くないだろう。で、これでバトルフェイス入って、これダメして打ったったら、これさあ、でも回収できるか、いいか、これ回収できるか、いいわ。光って闇落ちてくから、これこうしてパーンってやって、で、効果発動する、あー、向こうか、あー、それはいいわ。で、混沌の死者帰ってくる、墓地の光と闇除外して帰ってきて、はい、で、儀式サーチ、あ、強これ。あ、強、この動き強、やばで、相手のモンスターは4500を超えないとこのカオスソルジャーを突破できないといったところ。さあ、ボルカニックオールいいでしょう。ボルカニックオールはいいよ。さあ、ライデン、今のところセプスロ1ミリも関係ないんだけど、セプターかシドネとか1ミリも関係ない。シンプルに、せめてセプター来い、椅子って。さあ、お相手の方、バランスアクちゃん、聖騎士なんかですかね。セプスロ揃ってますね。一回カオスフィールドでカオスソルジャーをサーチしておいてから、これね、調子乗ってセプスロすると、ね、引いちゃうんでね、カオスソルジャーをね。で、セプター召喚、セプター効果、チェーン、手札の椅子効果。さあ、手札の椅子は特殊召喚されてワンドローするよっと、シュイン、モンスター特殊がいいえ。で、スローをね、手札に加える。で、スローで特殊召喚成功している事実が載ってるんで、これで効果でワンドローチク。あー、そこそこ弱えな、これ。エクシーズせずエンド。
さあ、無限の肉液。もうね、意外とね、この肉液強いんだよね。で、最悪ちなみにこれ残っちゃった場合、そこまでとかされたら、カオスの儀式でリリースするって手はあるんですよね、これね。だから、ホーガじゃなくて、調整師のホーガじゃなくて、カオスの儀式を1枚入れておくっていうのも、一応選択肢としてはあるんですけど、ただね、そうすると、調整師のホーガじゃない、その、要は、調整師のホーガが欲しいときに、カオスの儀式が来てしまって、で、儀式ができないっていう、地獄みたいな展開が起きるので、それが嫌だから、一応、ホーガ3枚にしてるんですけど、その底足とかを回避するんだったら、ホーガじゃなくて、儀式、普通の儀式を入れといてもいいと思います。さあ、相手困ってますね。相手困ってる。これ切断されたら、今の喋ったの全部無駄になるからやめて。切断とかサレンダーは、マジで今の喋ったの全部無駄になるんで、めちゃめちゃきついんですよ。で、あ、モルドレッド。あー、なるほど、オッケー。モルドレッド、普通に強いじゃん。あんまり考えるのあったんじゃない、それ。それやる以外に道ある、だって。で、モルドレッド、効果で、ボールスね。さあ、ボールス出てきた。で、アロンダイト割る。いや、聖騎士も本当に強くなりましたよね。こんなに強化する必要あった。ちなみに今知ってますか、コルネオスっていうバグするやつでしょ。あれね、バグってんすよ、あの人。実は。コルネウスをセプスロで破壊すると、なんかコルネウスの効果で出てきたアルトリウスとかが、なんとセプスロの効果が付与されて相手のカードを破壊するっていう、しかもワンドローするっていう、なんか致命的なバグがねあるんですよ、このゲーム。神ゲーですよね。フリー対戦行けば CPU ばっかり、ボットばっかりで、で KC カップはチーターばっかりで、実際ランク戦やるとバグばっかりと。神ゲーですね。神ゲーですね、これ。明らかに神ゲー。やばいな、このゲーム。何がおもろくて僕やってるんでしょうか。まあ、そう言いながらやってるのは、やっぱ、遊戯王のマイクですよね。まあ、決してね、コナミが、偉いんじゃないですかね。遊戯王は高橋和樹先生が偉いだけだって。その、判定を買っているコナミは別にそんなに悪くはないといったところ、さあ、コナミに毒を吐きまくってる。この聖騎士団いいだろう。さあ、栄光の聖騎士団の効果によってガラティーノ強い。いや、ガラティーノ強いぞ。でも、聖剣じゃなくてよかったのか、天命の。セプストルと破壊するぞ、モンスターは。さあ、アルトリウス、特殊召喚していく。さあ、エクシーズして、アルトリウスの効果で墓地の装備魔法を装備していく。さあ、頑張って展開はしていますね。さあ、2枚装備いいだろう。3200。でアルトリウスは一旦に一度オーバーレイユニットを1つ使うと相手のフィールドのモンスターを1体破壊するという効果を持っている。そしてそのモンスターが、このアルトリウスが破壊されると、なんだっけ、墓地の、レベル4以下のレベル4のだっけ、聖騎士を特殊召喚するという効果を持っている。さあ、これはなかなか激強ハンドではあるが、天命の聖剣めんどくせえな、あれ一番めんどくせえな。未来押してんだろ、未来押してるけど、フリーチェーンでただ、あれは打てないと思うんですよね。トリスタンは。テロ行為は多分できないと思うから。セプター先召喚か。セプター召喚して。で、スローネ効果。さあ、もう一回セプスローしまーす。セプスローで引いていっといて、セプスローするっていうね。3ターン目ももちろんセプスロー。うわ、強え、強え、先コズミックで、あ、間違えた、やべ、これエクシーズ召喚にチェーンすればいいんだ。エクシーズ召喚セプターの効果にチェーンして、いやー、これミスりましたね、これミスりましたね。ちょっとコズミックサイクル打つタイミング早かったわ。これエクシーズ召喚してからでいいわ。召喚してセプター効果、相手のアルトリウス破壊にチェーンしてコズミックでよかったわ。普通にプレミしたけど、まあいいや。で、デルタテロス、ほい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 。さあ、デルタテロス、セプターが効果発動するぞ。エクシーズ召喚に成功するとアルトリウスを破壊してデッキからカードを1枚ドローしていく。うわ、強え、強え、強っ。さあ、そしてアルトリウスの効果 で墓地からモルドレッドを特殊召喚していくといったところ。はいはいはい、いいですよ。でですね、カオスフィールドの効果を使いまして、でこうしまして、あれ未来ねえの、もしかして墓地に未来ないの。
マジ未来ないって、それは甘えてないですか、かなりそれゲロ甘えてない、こうですよね。一つの魂は光をいざない、一つの魂はどのこうの儀式召喚、カオスソルジャー、そしてカオスソルジャーの効果を発動、開闢の騎士の効果をコピーし、お前のモンスターはゲームから除外する、カードを1枚セット、バトルフェイズ。どんだけ強いこのデッキ、どんだけ強い、かっこ上振れた場合対戦ありがとうございました。さあお相手の方、仮面ちゃんですね、仮面ちゃんですか、仮面ちゃん光と闇交換セプスとかですね、もしくは聖国、聖国だった。さあ汗と召喚、はい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 、ガーゼット来た、出たガーゼット来た。さあビシバルキン来るか、ビシバルキンマジで来そうだぞこれ、88、え、これエクシスんのかな、これマジでビシバルキン、ビシバルキンじゃねこれ、出たビシバルキンだ、ビシバルキン来た、最強だ、邪魔すぎる邪魔だな、もう儀式するしかねえか、儀式して、デッキトップ儀式魔法だとマジで熱い、デッキトップ儀式魔法であれ、いやーやっぱそう考えるとやっぱりコズミックサイクロンで使える、あのあれだよな、儀式の使い手の方が、うわーなるほど、儀式の使い手の方がいいみたいなとこあるけど、まあ、とりあえずカオスフィールド発動して、カオスフィールドコズミックサイクロン、つらい、いやでも言うてまだ知らないんじゃね、さすがにセットする必要ないでしょこれ、こうでしょ、これを死なないと思う、多分死なないと思う、清掃セットした方が良かった、いや別にあんま関係ねえな、でもハハハハハ。